こんにちは、シナモン TV のママです。今実はですね、病院通いをしているモルちゃんが2匹いまして、1匹はカラシャン、カラゲくんなんですけど、カラゲくんはね、前回の、動画でも見せられたように、左目の方がちょっとね、腫れ上がっていて、こちらの治療中ですので薬を飲んで、でもう1匹は、おもちくんなんだけど、実はめちゃめちゃ私たち掃除してると思ってるんだけど、もう毎回ジアエソさん使ったりとか本当に綺麗にやってるつもりだったんだけど、実は心筋になってしまいまして、心筋っていうのは、カビですね。水虫とかの菌だったりもするんですけど、人間にもうつるし、他のモルちゃんにももちろんうつるし、なんなら猫ちゃんでも犬ちゃんでも何でもチンチラでも何でも動物にはうつるんですけど、それになってしまいまして、今隔離生活を送ってます、もちくんなんですけど、お薬をね、私結構何匹も何匹もモルちゃんにお薬をあげてるんだけど、お薬どうやってあげてんだろうとか、急にね、シリンジ渡されて、これあげてくださいねって言われたら、どうやってあげんだよみたいなことになっちゃうんじゃないかなと思って、一応まあ参考になればなっていう感じで、はい、この動画を上げさせていただきます。よかったらおもちくんの様子とカラシャンの薬を飲んでる様子見ていただいて、全然勉強になるかならないかちょっとわからないので、スルーしていただいても結構です。それではどうぞ。ここね、あんまりみんなは素手で触らない方が本当はいいんだけど、こんな感じでカッサカサになってます。ほんとね、もうちょっとかさぶたっぽかったんだけど、薬飲んで5日目でだいぶかさぶたっぽいのはなくなったね。よかったよかった。で、今お餅は処方された薬を3種類飲んでるんですけど、ここに今シリンジに入れてきました。薬飲ませるの自然にこうピュッて飲む子もで、お餅はシュッと飲むんだけど、一応飲ませ方としてこういうなんかタオル、なんでもいいんで用意して、こういう感じで暴れる子も結構いると思うんだよね。こうやってこういう感じで手を入れる感じでお包みしまして、こういう感じで全然可愛いでしょ。なんで薬をあんまり前から入れると、お餅はね、ごめん、お餅は飲むんだけど、できたらこう横から入れます。そうすると結構スムーズに入るかな。はい、2本目、おいしいの、お餅おいしいの、はい、結構ね、口に当たるときに、これは平気だけどね、これ結構ガタガタになってると結構嫌がる。先っぽがまだ綺麗なやつだと面白い餅、嫌がんないかも。はい、こんな感じで飲みまして、はい、上手に飲めました。はい、できるだけ本当はゴム手袋とか使い捨ての手袋をしながら心筋の子はやってあげた方がいいかなと思います。で、多頭飼いの人は本当に最後に掃除をする、で最後に薬を飲ませるっていうのが一番安心安全だと思います。で、掃除する時も普段、うちは普段から次亜塩素酸使ってるんだけど、ち
ょっとそれをもう濃いめにして今は掃除するようにしてます。でお餅が歩いたところとか私が触ったところとか全部シュ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 とやって掃除をするようにしてます。ですぐね私は着替えます。いつも掃除した後は自分にもなっちゃう可能性もあるし周りに人間もなるし他のモルちゃんがなる可能性もあるのでできるだけそういうリスクはないようにします。はい、次カラシャンです。ちょっとね見たくない人はご遠慮ください。はい、カラシャンもお薬を一つ飲んでますのでこちらをあげます。カラシャンはマジで薬を飲みません。飲むのが嫌いです。なのでカラシャンはがっつり包みます。いいちょっとちゃんはばちゃんです。いいよ本当は仰向けはあんまりしない方がいいんだよ。ストークがねほらすごい嫌がる。あいや嫌だほら嫌だあいやだね嫌なんだけど戦いです。これはママとカラシャンの戦いが始まっているのです。はい、あ、もっとちょっと、はい、入った、おめでとうございます。はい、偉かったね、カラシャン。はい、カラシャン飲みました。偉かった。今日は早い方、長いと本当に2、3分戦ってます。カラシャンお疲れ様でした。大丈夫な方の目を移しますね。はい、はい、じゃあこんな感じでね、我が家のモルちゃんはお薬をあげているのでした。こんな感じで皆さんもよかったら参考になったらいいかなと思います。タオルに包む以外にもっといいやり方あるよっていうのを教えてくれたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ママといつの間にかいっちゃでした。バイバイ。